どうもすみません。神戸新聞配信相場一等ずつについて喋っていこうと思います。シャフリールはダービー版になったんですけれども、ただ、正攻法で勝ったわけではなくて、F4 や横山武史騎手がまだ若さがあって、足の使いどころを間違っちゃった中で、最後、直線勝負で伸びてきたっていうような形ではありますので、まあ、やっぱり厳しい展開、コーナーから厳しい展開になると、シャフリールも思ったほどいい足を使えなかったりだとか、そういうパターンもあり得るんですが、 ただ、まあ、中京を見た感じだと、土曜日の競馬を見た感じだと、まあ、確かに、その高位馬群の中から抜け出すみたいな、そういったような競馬が有利な傾向はあるんですけれども、かといって、前が断然有利な感じかというと、そういう感じでもなくなってきて、後方からの追い込みっていうのも、ある程度は決まりそうな馬場にはなってきましたので、 ま,あまだ3歳馬で完成度が低くて 2200m ということを考えると、まあ、2000m の間隔で競馬乗ったりするあとは権利を取りたくて思い切ったり競馬をする可能性もあるっていうことで、まあ、そういう馬たちもコーナーから足は使うとは思うので僕はあんまり考えすぎるよりかは普通に素足が確かな馬を狙っていった方がいいかなっていうふうに思いますね。まあ、ただ、あのー テーム竜巻とかはですね、ちょっと能力的にどうかなと思うんですけれども、まあ、他の馬たちに関してはそこまで極端に能力が低いわけではないんですよね。茂る総裁なんかも気難しいんで、一応無印にはしましたけれども、まあ、もしかしたら気分よく走った時には可能性がある範疇の馬体はそこまで悪くないので、まあ、そういった意味では、やっぱり対列だとか展開によっては2着3着、まあ、勝つまではどうかっていう馬は、 多いんですけれどもまあそうですねあんまりバカにはできない馬たちもいるということですねそれでは右の方から一頭ずついきますセファーラジエルセファーラジエルは全く人気がない馬の中では一番一発がありうる馬で、まあ、筋肉の質もいいですしバネもありますしキレのある馬体をしてますね動きをしてますね ですから、もしその死んだふりに近いような形で直線勝負っていうような競馬をしてそれで他のシャフリヤールとかキングストンボーイとか他の馬たちが先に足を使ってしまった場合その場合セファラジエルがドハマリした場合だと頭まであり得る馬だと思いますただ、この馬はですね、気象的に若くて勝負どころで反応が悪かったりだとかあとはふらふら走っちゃうようなところがあるので、まあ、そういった意味でまだ若さが目立つんですよね。 ですから、あのーまあ、メンバーが強くなってスピード競馬になったりもしくは後半スピードと器用さを必要とするような展開になるとついていけない可能性があってそ,そのうちに気持ちが切れる可能性があるタイプかなとは思うんですが、まあ、それでもある程度ロングスパートにも対応できるタイプで前走なんかはもうコーナーから外回ってガンガン正攻法で 前を捕まえに行ってそれで突き放したわけですから、まあ、他の馬たちが止まったっていうのもあるんですけれども、まあ、でもこの馬自体やっぱり底力を感じるというか昔いたヒシミラクルっていう馬はこういうような感じで溜めても切れるしロングスパートでズブさはあるんだけれども直線長くいい足を使って突き放すみたいな競馬してたんですけれども、まあ、多少タイプは似てるかなというような感じがあるのでそういった意味では可能性を感じますね。 で、サメシマカマ騎手も今年徐々に良くなってきたジョッキーでもあって、まあもともとサメシマカツヤ騎手、まあ地方の名手の息子で、で、お兄ちゃんの涼太騎手よりも才能があって、昔から褒めてたんですけれども、まあだんだんと良くなってきてるなというような感じがここに来てありますし、認められてきて馬質が良くなってきて、で、まあだいぶそういう良い,い馬で乗ってきたと年でもありますので、まあこの辺なんかでも、 自分の力を出せる可能性はあるかなっていうふうに思いますね。ワンダフルターン。ワンダフルターンはですね、まあ、青葉賞の時はそんなに調子は良くはなかったんですが、左回りを得意としてる馬なんで押し切りましたし、ダービーの時はもっと良くなるかなっていうふうに期待してたんですが、ダービーの時は逆にこじんまりしてですね、キレのない馬体になってしまったんですよね。まああるる程度能力はあるんで まあそうですね。瞬発力を必要としない競馬であれば、ここでもいい競馬をするとは思うんですけれども、ただ、この馬が一番良かった時っていうのは、新潟で未勝利戦勝った時ですね。あの時、手応え楽に回ってきて直線でももう軽く仕掛けただけでぶっ飛んで突き放すっていうような競馬。あれっていうのは偶然でできる競馬ではないですし、新馬戦とか未勝利戦とか、下級の条件だと、 ぶっちぎって勝つ馬は結構いるんですが、この馬に関してはそういう偶然な逃げ切りとかそういう感じではなくて、自分で足使って突き放してますので、まあそれだけのものは素質は持ってたわけですよね。ただ、だんだんとその余計な筋肉がついたりだとか、体の使い方のバランスがちょっと崩れたりだとか、多分ここの球は強く調教しすぎたりだとか、 まあなんか溜めて爆発させるような状況はできない厩舎なのかなというふうに思いますのでやっぱり厩舎力が足りなくてだんだんと加工していったかなというふうに思いますし休み明けの今回は牧場である程度やってきてとていうような形なので期待した部分はあったんですがあんまり変わってないなというふうに思いますのでまあ完全に消し切るような馬ではないんですけれども狙ってみるっていうほどの馬でもないなというような感じでありますね。 キングストンボーイ。キングストンボーイはですね、まあ、青芭賞の時とか、まあ、あの辺に関しては、もう能力的にも、そんなでもなかったとは思いますし、まあ、ルメール騎手が足を溜めて直線伸ばしてっていうような形で、まあ、打ち付きの形ではあったんですが、まあ、打ち付きがそこまで響くような展開でもなかったので、それなりの競馬したかなっていうような内容なんですよね。で、今回、追い切りを見た感じだと、この馬に関しては本当に順調に、 パワーアップししてて良くなってるなっるいいう,うに思いますしこの間に関しては本当に夏の過ごし方っていうのは大成功した方かなっていうふうに思いますしさすがにですねあのシャフリー・アールと比べると少し劣るんですけれどもただシャフリー・アールが先に足使ったりだとか正攻法の競馬しすぎた場合その場合だとやっぱりルメール騎手をごまかしながら回ってきて最後伸ばすっていうようなそういったような騎乗が天才的にうまいので そういった意味では、あのー、強気の競馬をしなければ、なるべく下げる、もしくは前に行ったとしても、行為の内とか、その辺とかで足が溜まれば、直線弾ける可能性があるので、まあ、とにかく道中足が溜まるような競馬すれば面白いかなっていうふうには思いますし、ババがいい方がいいので、ババが悪くない今の宗教っていうのも合うかなっていうふうには思いますし、コーナーからペースが流れてくれた方が直線伸ばしやすいような感じもあるので、 まあ結構条件は揃ってるかなっていうふうには思いますね。まあ、ただ、あのー、やっぱりですね、コーナーからのロングスパートとか能力勝負とかはそんなに向くタイプではないので、まあ、自力勝負で,でもある程度の競馬はするとは思うんですけれども、やっぱりその直線だけにかけるっていうような競馬でどこまで外からぶっ飛んでくるかっていうような競馬、もしくはバグの中からぶっ飛んでくるかっていうような競馬になると思いますね。モンテリオ。 モンテリオはですね、まあ、パドックでの歩き方なんか見てるとちょっとぎこちないところがあってその分、まあまり器用じゃなさそうだなっていうようなふうに感じるので競馬に行っても多分コーナーから器用さを求められるような展開になるとそんなには合わないとは思うんですけれどもただ、まあ、意外とですね加速がつくとですねぐいぐい伸びますし馬群の中を縫って抜け出してくる競馬もしてきてますので まあそういった意味ではパロックでの保養のイメージよりかはそこまで不器用ではないっていうような感じでありますね。で、あの前走なんかは早めに正攻法の競馬で抜け出してっていうような競馬してましたんで、まあ相手関係が楽だったのと力のいる北海道の養子場だったっていうのもあるんですけれども、まあああいう競馬もできるということでいいんですが、ただ、あのー、多分切れる足は あんまりないかなっていうようなタイプなので、そう考えると左回り、中教に変わるっていうのはあんまりプラスではないだろうなっていうふうには思いますので、まあ他がですね、直線伸びあぐねればこういうタイプは競馬しやすいとは思いますし、まあどっかのタイミングで一気に行くとかそういうような競馬がハマれば面白いと思いますし、いいんですけれども、ただ、あのー、ポジションが悪くなるとちょっと、 どうかなとか、瞬発力どうかなっていう不安は付きまとめますね。まあでもあまり逃げ馬とか先行馬も少ないので、2番手3番手ばらけたところから、なだれ込みみたいな形でしぶとく粘る可能性もありますし、まあ乗り方としては、そうですね、思い切った起乗をすれば馬券になる可能性はあるタイプかなっていうふうに思いますね。ステラベローチェ。 ステラベローチェは、まあ、ダービーの時に穴馬として狙ったんですが、まあ、直線一旦突き放されたんでもうダメかなっていうふうに思ったんですが、まあ、でも特殊なダービーだったんですが最後までしっかりと伸びた馬たちがなんとかゴール前でかわしたりするようなレース展開でもありましたのでそういった意味でステラベローチェ最後3着になんとかっていうような感じではありましたねで、まあ、ステラベローチェに関してはちょっと好不町の波が激しくて やっぱり瞬発力というかキレのある動きをできている時とそうでない時とがあってでも自力があるのである程度パワー能力があるので多少その瞬発力が足りないような状態の時でもしぶとさがあったりそういう競馬はできるかなっていうようなタイプではありますねで今回はどうかというとどちらかというとあんまり切れる足は使えないような時のステラベルーチェかなっていうふうに思いますのででもある程度は 思いながらも仕上がってるかなというような感じではありますので、まあいいところで流れに乗ってしぶとさを生かすような競馬ができればとは思うんですが、ただ吉田隼人騎手のコメントなんか見てても、まだ気象的に若いところがあるとか、もともとこのま気難しいところがあったんで、ですから、あのー、構想パターンとしては基本的には、あの横山典弘騎手が乗ったみたいな後方から直線勝負っていうような極端な戦法とか、 もしくはダービーの時でも、やっぱりある程度後ろから直線勝負に近いような競馬してましたよね。ああいうような競馬かなというふうに思いますので、中途半端にポジションを取ると嫌気さしたりだとか、気象的に難しいところが出る可能性があって、足が溜まらない可能性、もしくは気持ちが切れちゃう可能性があるわけですよね。ですから、そういう難しさは常にあるまで、あのー、今回は2番人気になりそうなんですけれども、僕はそこまで、あのー、 信頼できる馬ではないかなっていうふうに思ってますのでま本当に状態がいい時にですね腹くくって乗れたら面白いところはあるかなっていうふうに思ってますねまた,ただまあ、やっぱりあのあまり印を下げることはできない馬かなとも思いますねシゲル総裁シゲル総裁はどちらかというとダートの方がいいかなとは思うんですがまあ、左回りで芝で勝ってますしその時は追い込んでそれなりに 最後までじりじり伸びたかなというような感じなのでいいんですが、まあ、ただ、あのーまあ、体の動きとか不器用なところがあってその分追い込んだ時もですね他の馬たちがバタバタ止まってくれたっていうのもあったんですよねですからまともに競馬してここのメンバーということになると足を使えるかというとちょっと微妙なところがありますしあとはとにかく気難しいですね自分から走るのをやめちゃうようなところがあって。 前走なんかは先行したっていうのは良くなかったにしてもそれでもばらけてた2番手だったのであの形で直線伸びないっていうのはもう本当にジョッキーに反抗してうまく走るのをやめてるっていうような感じなんですよね。まあ、今回は岩田康成騎手安なり機種でそれなりのジョッキーが乗りますのでためてっていうような形もしくは前走みたいにばらけるような2番手3番手とかその辺からだと気分よく走ってそれなりに走る可能性はあるので。 というのは、あの、シゲル総裁、馬体は前走も悪くなかったので、そういった意味では能力的にはそこまで大きな差はないとは思うんですが、ただ、ギリギリのスピード勝負とかだと、あとは器用さ勝負っていうことになるとどうかとか、コーナーからストレスがかかると走るのをやめちゃいそうとか、そういうような、まあ、本当に不安定な部分があるので、まあ、走る確率は低いかなとは思いますね。レッドジェネシス。レッドジェネシスはですね、まあ、この馬は春の時から、 素質は感じてたんですけれどもなんかまだ全体的に筋肉の質とか体の動きとか硬いところがあって多分もうちょっとしたらどっかで一回馬体全体が緩むような感じで大きくなってまたしっかりと安定するとかそういうような成長の仕方をする可能性があるタイプかなっていうふうに思いますねですからまだ未完成な部分があってさらにこの馬ですね左回りで いい競馬をしてるんですけれども、どちらかというと右回りの方がいいタイプかなということで、まあ、右回りならもっと高く評価するんだけどなっていうようなところがあるんですよね、まあ、ただ左回りでもいい競馬してるように左回りは問題ないじゃないのでただ左回りだとちょっと瞬発力があんまり足りないような感じになるとは思うのでそういった意味では他の馬たちが苦しんだりだとかした中でこの馬の しぶとさが生きるとかそういうような競馬になればっていうような感じになると思いますね。エクスプロージョン。エクスプロージョンはこの中でも特に地味なタイプかなというふうに思いますので、シゲル総裁とかセファラジエルとかは人気ない中でもな,なんか一発ありそうな雰囲気はなくはないんですが、エクスプロージョン自体は結構まとまってセンスで競馬するタイプかなというふうに思いますし、現状でもある程度完成度は高いかなとは思うんですが、 まあこのままの構想パターンとしては2番手、3番手とか、まあ結構いいポジションからすんなりとした形で粘り込むみたいな競馬かなというふうに思いますし、まあもちろん溜めて後方から直線勝負とかでもじりじりとは伸びるとは思うんですが、ただ相手を考えるとやっぱり前目、前目から有利な競馬した方がいいかなというような感じがありますんで、っていうところですね。あのー、 まあ前走だったか、盆走した時っていうのは、ちょっとポジションが悪くなっちゃうんですよね。ですから、ちょっとポジションが悪くなると、一足は使うんだけれども、最後の一伸び、尻足っぽくなっちゃうっていうところがあって、やっぱり、使える一足っていうところを、なるべくスピードと流れに乗って、後半、なだれ込むみたいな競馬っていう方が合うかなっていうふうに思いますので、多分そういう意識で乗る可能性が高いと思いますし、逃げる可能性もあるとは思いますので、 まあそうですね。あの、有利に競馬進められればとは思うんですが、ただ、まあそこまで前が断然有利っていうような馬場でもないので、相当展開的に楽だとか、他が自滅しまくるとかなければ、2着以内とかは厳しい可能性が高いんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ3着とか4着とかなら全然あるタイプだとは思うんですけれども、TM 竜巻。TM 竜巻は、まあちょっとここに入るとですね、能力的にどうかっていうようなところを、 切れる足もないですし、まあなんかその大掛けがあり得るタイプかというと、一番その大掛けがあり得るタイプではないっていうところもあるので、まあちょっとジョッキーもどうかっていうところもあって地味かなというふうに思いますね。まあただ逃げたりだとか、ばらける展開で、まあ見せ場がある可能性はなくはないんですけれども、まあそ、それでもちょっと厳しいかなというふうに思いますね。シャフリアール。 シャフリアールはですね、例えば3着以内に来る確率ということで言うと8をつけてもいいんですけれども、2着以内ということになると6ぐらいになっちゃうかなっていうような印象で、というのは、あの、相手が強くないのと、まあ、あまり調子が良くない馬もいるということで、そう考えると正攻法の競馬でもある程度競馬ができて、3着以内は拾いやすい相手関係や条件にはなっているとは思うんですけれども、ただ、あのー、やっぱり正攻法の競馬がそんなに合うタイプではないので、 直線勝負が合うタイプなので、直線勝負をすれば2着以内に来る確率が高まるんだけれども、正攻法の競馬をするともしかしたら垂れて3着とか4着になる可能性もあるかなというようなタイプではあるんですよね。まあ、ただ、あのーまあ、そんなに前断然,前前断然有利というような馬場でもないですし、福永騎手は落ち着いて立ち回れるジョッキーですし、まあ、ダービーでああいうような直線勝負をしてたわけですから、急にここで なんか変な正攻法の競馬しすぎるような感じになるとは思えないので、まあ喫下症を見据えてっていうことを考えると、ある程度貯めながら基本に立ち回って末足を生かすっていうような競馬する可能性が高いかなっていうふうに思います、ね、ので、まあ馬券圏内に来る確率は結構高いんじゃないかなっていうふうには思ってますね。まあただ、あのー、もう、並んだら絶対に負けないだとか、もしくは、そうですね、抜きんでた瞬発力があるだとか、 そういうような感じあの、ゴリゴリの強い馬っていうような感じではないので、まあ、やっぱり能力が高くて、キレもあるっていうようなタイプではあるので、そういった意味では、そうですねあの、高く評価はするんだけれども、まあ、絶対勝つよっていうようなタイプでもないかなというふうに思いますので、今回に限ってはキングストンボーイとか、その辺、逆転ありうるかなというふうには思いますね。以上です。失礼します。